はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はロックポップスの楽曲でのカスタネットの叩き方について解説していきます。動画の前半ではこうしたトラディショナルなハンドカスタネットで、動画の後半ではこうしたスタンドなどにマウントできるタイプのマシンカスタネットについてそれぞれ解説していきます。はい、トラディショナルな奏法ですと、このように親指にカスタネットをつけて叩くわけなんですけれども、ロックポップスではですね、まあ、カスタネット以外にも、例えばまあコンガを叩いたりとかタンバリンを、振ったりと、まあ、いろいろ持ち替えをすることが多いと思いますので、今回ですね、まあ、これをつけてしまうと、外すのにすごく時間がかかってしまいますので、違う方法でやってみたいと思います。はい、カスタネット、この指紐には、指を通さずに、まあ、片方にですねグッと寄せた状態にして紐を丸め込むように、まあ、指で持ってカスタネット本体を親指と人差し指で、まあ、このように挟むようにグリップします。こんな感じです。でこのカスタネットが開く支点の部分をちょうど親指と人差し指で押さえて、こう開き具合が調整できるようにします。で、このカスタネットがですね、まあ、指1本分ぐらい入るぐらいの、広さを開いた状態で、キープして、あとはもう片方の手に打ち付けるだけです。はい、これだけでも、すでに結構な音量が出るんですけれども、もっと大きな音を出したい場合は、もう思いっきりですね、この、カスタネットの開き具合をグッと親指を押さえて、広く開くと、すごい大きい音が出せます。はい、カスタネットは2つでワンセットっていうイメージが強いかと思うんですけれども、よっぽど速い楽曲とか、よっぽど速いフレーズでない限りはですね、1つで十分です。例えば、ラテン系のポップス。で、クラベを叩くみたいな場合。もうこれだけで十分様になります。あと8ビートの楽曲でちょっとアクセントをつけたいなといった場合。みたいな感じです。で、どのビートにも割と万能に使えるですね、タッタタ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 というフレーズ。頑張ればこの片手だけでもいけます。ちょっとこれ連打が、厳しいかもしれないんですけれども、練習すればですね、意外と。あとこの打った方の手をですね、こうクッと丸めると、下だけではなく上でもですね、この指先に当てて発音することができます。これで結構速いフレーズ対応できます。さっきのタッタタタッタタっていうリズムもですね、下、下、上、下、下、上っていう風に叩くと、結構速いテンポまで対応できます。はい、では次は両手で持ってみましょう。両方ともですね、持ち方は全く同じです。人差し指と親指でこう挟んで、開き具合が調整できるようにします。で、両手で持ってしまうとこう打ち付けるところが、ないので、まあ妥当なのはですね、こう、立って足のもものとこ、に叩きつけます。はい、ではさっきやったタッタタタッタタっていうリズムを両手でやってみましょう。手順は右右左右右左
がやりやすいと思います。では次はカスタネットの王道フレーズ、タタタタっていうのをやってみます。3連符が入るパターンですね。 1 and 2 and T and 4 and 1 and 2 and T and 4 and、 はい、手順に関してはですね、まあ、右から叩いても左から叩いてもいいんですけれども、できたらタタタタっていう最後の音をアクセントにしたいので、僕だったらですね左から叩きますね。左、右、左。で、最後の音が右でアクセント。タタタタ、タタタタ、タタタタ。ワン、ツー、アンド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 。で、かなりスピード感を出したい曲の場合はですね、今のフレーズはずっと、ループで叩き続けます。あとは2つ持ってるのを最大限に活かすと、両手打ちですね。ちょっともうかなり強力なアクセントを打ち出すことができます。はい、では次はマシンカスタネットの解説をしていきます。基本的にさっきのですねハンドカスタネットの方が音量が大きいので、バンドなどで演奏するときはあっちをおすすめしたいんですけども、どうしてもですね、まあ持ち替えが間に合わない場合は、これをスタンドにセットして使うといいと思います。はい、ではカスタネットをスタンドにマウントして、上から見た図が今こんな感じです。もうこれはですね、何のことはない、普通にコンガとか、カホンをやったことがある方なら、もうそのままハンドパーカッションの感覚でですね、トントントンと叩いてあげれば、もうそれだけで音は鳴ります。はい、ではさっきの3連符が入るタタタタっていうフレーズを叩いてみたいと思います。手順は左、右、左、右、タタ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 。このマシンカスタネットはですね、意外と音量がないので、ライブなどでは結構ですね、音が埋もれてしまいます。なので、まあ気をつけるはですね、マイキングですね。もうこれ単体で一本マイクを当てるぐらいの、つもりでいた方がいいです。で、ちょっとまあリバーブなんかをかけて、みたいな感じでやるといいかなと思います。で、あとちょっと適当に叩いてみますね。まず、タッタタタッタタと、いった軽快なリズム。ちょっと跳ねたビート。両手打ち。はい、というわけで今回はロックポップスでのカスタネットの叩き方について解説しました。具体的にですね、どんな楽曲でカスタネットが使われているのかっていうのは別の動画、ロックポップスでカスタネットを使い始めたのは誰か調べてみたっていう動画でですね、いろいろと紹介してますので、そちらも合わせて参考にしてみてください。こんな感じでパーカッションの情報発信毎日しておりますので、よろしければポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。